はい、お懐かしのこのクターの画面やっていきましょう。どうもアザラシです。お久しぶりでございます。めちゃくちゃ久しぶりになってしまっている。いつぶりだろうかっていうぐらい、いつぶりだよ。半年ぶりぐらいだよ。一番最後に上げたのがうずらの動画を上げてから消息を絶ってました。まあ立ってたわけじゃないけどね。別にツイッターとかいるし、YouTube にコメントいっぱいしてたしって思うけど、でもそれを、YouTube くんは許してくれないね。動画投稿しろって言って、メールをよこしてきました。このまま動画を投稿しないと収益剥奪するけど、どうするみたいなメールが来てね、脅されています。なのでこの動画上げようと思います。まあせっかくね、動画上げるんだったらもうちょっと身のあることもっていう感じなので、近況報告となぜ動画が上げられなかったのかみたいなところをこのゲームしながら語っていければと思います。まあ近況っつうかあれだね、最近のことで言えば昨日一昨日が薬剤師国家試験の、1日目と2日目でした。自分が受けたのは2年前のことになるからもう結構前だけどね。まあそれからよく働いてるな俺も。国家試験受けた人はお疲れ様でした。だが一つ言っておく、薬剤師になったからといって幸せになれるとは限らない。なんだな、限らないってね。もう忙しいよ薬剤師は。忙しいっていうか向いてる人と向いてない人がいるよ。全てきっちりできる人間にはめちゃくちゃ向いて、あ難しい、このゲーム難しいな。俺みたいないい加減だね、いい加減で間抜けなやつにはね、間抜けで泥臭いやつにはね、薬剤師はマジで向いてないし、あと接客業なんですね、薬剤師ってのはね。まあ喋れるけど愛嬌ないからきついよ。向いてね、薬剤師向いてね。というまあこともありましてですね、で仕事はとにかく遅いんですわ。遅いから残業がいっぱいできてて、で残業時間も長いっていうのもあるんだけど、あとね、職場までね、車で1時間かかるんですよ、大体。1時間もかかったらね、家に帰ったらそれはもうヘトヘトで、クタクタで、クタクタでね、もう動画なんて上げる余裕ないですよっていうのが一つ、動画が上げられなかった要因の一つ目ですが、まあね、それは別に去年からそうだから、この半年上げられてない理由にはならないよね。ならないわね。ならないですね。で、二つ目の理由はですね、これも仕事絡みなんですが、薬剤師に、ね、なったら、認定薬剤師ってのを取らされるんですわ。1年目ぐらいからね。特に、何っていう資格じゃないんだけど、なんかね、講義を生で聞いたり、インターネットの、ネットの授業とか見たりして、単位をね、かき集めるんですわ。40単位ぐらいだったかな。でそれで申請しなくちゃいけないんだけど、申請のために手帳みたいなのをシール集めて手帳をねやってかなく埋めていかなくちゃいけないんだが、それに書くのがねめちゃくちゃ億劫なんですわ。講義を受けるのはええ、それがテストとかでも別にいいんだけど、書くのがめちゃくちゃ億劫で、3行ぐらいの概要と3行ぐらいの感想、別にまあすぐ書きゃいいんだけど、それはね結構間を空けてから書こうとするともう内容も覚えてないし感想もないのよね。そんなのがもう1年分以上ぐらい溜まってて、で首が回らなくなって、で休みの日とかにはこれやらんくちゃってずっと思いながらできなくて悶々とするという日々をね送ってました。これほんとかっすいなって思うけどね。これから薬剤師になる人は本当気をつけてほしい。まあ、病院薬剤師はそうでもないのかもしれないけど、この宿題みたいなやつ、宿題みたいなシステムのこの認定薬剤師みたいなの、本当もうやめてほしいね。夏休みの宿題を最後にする、最後の一日にしようとしてできないタイプの新しいからすると、そういう宿題みたいなのは本当に、命を刈り取る形をしてる。やめてほしい。だもんだから、これがあるから手につかないみたいなね。わかるでしょ。あれやらなくちゃいけんから、ちょっと外出するのやめとこうかみたいなね。部屋が片付いてないから外出るのやめとこうかみたいなね。人に会うのやめとこうかみたいな。そんなね。レポートがあるから、ちょっと、みんなとの飲み、みんなと飲みに行くのやめとこうかみたいな。そういう
あれです。もう、社会部的移行者に宿題はね、近畿。テストの点だけで評価してくる。で、三つ目の挙げられてなかった要因は、あのね、重めの動画の編集をしようと思ってたっていうところ。あの、去年の夏前ぐらいに、愛媛にちょっと小旅行に出かけてて、まあ小旅行っていうか、物件をね、見に行ってたんですわ。愛媛の離島にね。で、その動画を撮ってた。あの、車載動画をちゃんとね、カメラにつけたりして、死ぬの早。で、それを上げるのがめちゃくちゃ億劫で、編集がとにかく億劫で、動画のクオリティも高くなりそうになかったのね。残念ながら、あんまり写真撮ってなくて。映像自体もちょっと暗所ばっかり撮ってたから、ガビガビになっちゃっててね。それが上げられなくて、で、長い尺の動画になると編集もね、重たいから、今のヘッポコ PC じゃちょっと辛くなってるってのもあって、ちょっとね、これ上げなくちゃっていうやつが、ちょっと溜まってたっていうのが、三つ目の要因です。で、四つ目の要因は、重くなったパソコンをどうにかしなくちゃって思ったのよ。去年の9月頃にね。で、新しいパソコンを買ったんですわ。メルカリで、タイマイはたいて。まあ、具体的に言うと15万円ぐらいでメルカリで、中古のやつをな。でもな、メルカリで15万ってかなり勇気いるぞ。確かなものに15万突っ込むこの勇気。でも俺は買った。これはワンチャン、これはいいものであるという、もう軽眼でもってな。ベシッとこいつは来るだと思って、こいつはもう本当に掘り出し物だと思って、買ったのが15万円のハイスペック PC。なんて言ったってな、マウスのクリエイター向け PC ダイブだからな。あの、名取沙羅さんも推薦のダイブ、クリエイター向け PC ダイブ2のもうモリモリ、スペックモリモリ、メモリとか 90GB 超えてる意味のわからんパソコンなんですわ。それを、まあ見つけたから買ったはいいけれど、家にいざ届いてみたら、なんと起動しない。起動するんだけど、電源を入るんだけど、シューンって消えていくのね。画面が映る前に。何かなと思って。で、まあ、HDMI のポートよりもなんかメインはディスプレイポートみたいなやつがメインだから、その画面の方に映像が来てないのは、もしや俺の、このモニター環境が良くないからかなとかと思って、ケーブルとモニターを新調して、で、それでも映んなくて、もう泣く泣くアップライドですわ。アップライドで、無料診断を受けたら、なんかね、ビデオカードがちょっとおかしいですみたいなこと言われて、ビデオカードをね、買わさせられたのね。で、ついでにちょっとオーバーホールもした方がいいですねって言われて、オーバーホールってなんかホコリ取りみたいな、掃除みたいな。でも、こっちとら生地さ、まあ、パソコン先生は長いことやってない。パソコン長いこと触ってるわけじゃないからさ。掃除ぐらいできんよと思って。5人は無理。何このゲームむず結構割と神回避したぞ。で、そのまあパソコンがね、アップライドに持ってったけど治んなくて、で、最近やっと本当に原因を突き止めた。まあ、ここにとって。で、あのね、これ話すと長いけど、話すと長いんだけど、家でホコリを取ったら、なんと、ビデオカードはちゃんと復活して、で、アップライドで買わされたビデオカードは結局返金したんですわ。で、ホコリ取って、まあ、映像が映るようになったんだけど、なんかね、カタ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 うるさいのね、ずっと。で、パソコン開いてカタ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 音してるんだけど、まあ、どこから音がしてるのかわからない。だいたいファンというファンはだいたい綺麗にしたんだけど、ずっとカタカタ言ってるの。で、まあ、どこかな、どこのファンがおかしいのかなって思って、まあ、手当たり次第分解していって、で、最終的に行き着いた答えが、CPU に直接ついている簡易水冷クーラーのファン。何それって思うやん。何簡易水冷クーラーのファンって、っていうことでね。分解するとこまで行ったら、もうなんかこう、なんて言ったらいいかな、マカロンみたいな形の、CPU、まあパソコンの心臓みたいな、CPU についてるその部分が、それが分解できないの。まあ、当たり前っちゃ当たり前だよね。水冷クーラーだから、多分その、
パンの格納されている容器の中には水がいっぱい入ってる、水分が液体がいっぱい入ってるってことになって、それはまあ開けた日にはおそらくバシャバシャになっておしまいになるんだけど、それがずっとカタカタ言ってんのよ。でね、CPU なんてパソコンの心臓だから、そこをこう、そこがさ、ずっとカタカタ言ってるって怖いよね。でな、こっちとらあの動画編集とかさ、重ためのこう PC ゲーとかをさ、実況用にやりたいじゃんって思ってるとさ、そんなカタ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 言った状態でパソコンを動かすのははっきり言ってぶっ壊れる要因になるんじゃねえのって思うから、最近やっと買いました、簡易クーラーをね、簡易クーラーを買いましたので、買ってそして直しました。うん、マスタークーラーとかいうメーカーのね、ちゃんとした簡易水冷クーラーを7000円ぐらいだったかなで買って、で先週かな、いやー直しましたよ。簡易水冷クーラーなんて今まで触ったことなかったからね、やり方もわからんけど、とりあえずこう説明書見ながら直しましたよ。おかげで今はもうあのゲーミング PC みたいにビカビカに光ってますけどね、音も静か、うん、なわけで一応パソコンは新調できました、新しくなりました。パソコンは新しい、まだ新しくなっただけなんだけどね、移行できてないと、移行の作業よ。あとはあと荷が重いのはWindows 11なんですよ、新しいやつは。で今使ってるのはこの慣れ親しんだこいつは Windows 10ということで、パソコンも新しくなったんだけど、あとは、移行するだけなので、もう、すぐね、動画を再開できるんじゃないかなと思いますよ。はい。動画投稿ね、今年に入ってからも週1ぐらいでやろうと思ってたのに、ご覧の程度なく、もう2月も2月、まあ、半ばぐらいになってるから。はい。いいかな？大体言い訳は。一つは仕事が忙しい。一つは仕事のなんか、認定薬剤師という資格取るので、億劫になってる。で、一つは動画投稿。すべき動画投稿、重めのやつが、編集がしんどくてできてない。で、最後は新しいパソコンに切り替えたことによって、を購入したことによって、これを直したり移行したりするのに手間取ってて、動画が上げられてないということだったんですね。でもまあ、大体片付いてきた。認定薬剤師の方は、もう、全部、手帳埋めたからあとは出すだけで、仕事の方も少し余裕、まあ、職場の人が一人減ったから余裕になるとは言えないけれども、まあ、少し余裕ができてきたかもしれん。で、まあ、愛媛に行った車載一人旅動画はもうこれは廃棄だなこれはもう損切りしていく、これはもうやめていこう、そして最後はパソコンはもうほぼほぼ出来上がってるから大丈夫っていうことで、いやーまあこれでね、動画投稿の方に本腰入れれるんじゃないでしょうか。はい。2024年のアザラシを、俺を見ててくれ。